人、物、金をテキサスへ CCIM のルークです1月11日にバイデン事務所から機密文書発見という動画をお届けしましたけれども今回はその続報ですガーランド米司法長官は1月12日バイデン大統領の個人事務所や、まあ、同じ日にデラワ州にある バイデンの支度からも新たに複数の機密文書が見つかった問題を捜査する特別検察官を任命したと発表しました。2024年の大統領選挙への再出馬に意欲を示しているバイデンにとっては打撃となります。特別検察官に任命されたのはロバート・ハー元連邦検事です。 彼は司法省で企業の不正問題などを担当した経験があります。この特別警察官は大統領や閣僚などが不正に関与した疑いがある場合、司法長官が任命するんですけども、その時の政権と利益相反が起きないように、通常の警察官の 指揮・命令系統からは独立して捜査に当たりますガーランド司法長官は2022年11月トランプ前大統領がフロリダ州の自宅に機密文書を持ち出した疑惑などを捜査する特別警察官を任命していますガーランド氏やホワイトハウスの弁護士によると2022年 11月2日にバイデンの個人弁護士が首都ワシントン DC にあるバイデンの個人事務所で10の機密文書を発見したとしていますこの中にはウクライナやイラン、イギリスに関する情報のメモや説明資料が含まれていたということです国立公文書記録管理局 を通して通報を受けたガーランドは連邦検事に調査を指示しましたその後個人弁護士がデラウェア州ウィルミントンとリホーバスのバイデンの支度を調査したところウィルミントンの支度のバイデンが廃車年代物の絞れコルベットが入っているガレージと他の部屋から機密 見つかた記録を発見しました弁護士は12月20日連邦検事に新たな機密文書が見つかったことを連絡し連邦検事は2023年1月5日に特別検察官任命をガーランドに勧告しました見つかった機密文書はいずれもバイデンの 副大統領時代の記録です。バイデンは12日、記者会見、記者団に対して、指定のガレージは鍵をかけていると説明した上で、私が機密文書や機密情報を真剣に取り扱うことが知られていると強調しました。ホワイトハウスの弁護士は、声明で 特別検察官の捜査に協力するとした上で、これらの文章は不注意で誤った場所に置かれ、大統領と弁護士が迅速に対処したことが明らかになると自信を持っていると強調していました。これに対して共和党は、この問題の公表に時間がかかった経緯、すなわち中華選挙の 前に分かっていたことなのに、それを隠していたというか、大えけしなかったこととかですね、まあ、あのいろいろなことを追及しようという構えを強めています。バイデン、トランプ両氏とも、えーまあ、この、まあ、本来この機密資料を所持していないはずの機関に文章を保持していたということで、 機密漏洩の危険を招いた点が問題となっています。共和党は FBI がトランプの支度を家庭捜査したことを挙げて、なぜバイデンの支度も捜査しないのかと言ったりとかですね、司法省の対応は不公平だと批判しています。多数派を占める会員でこの問題の調査が進む ということが十分に考えられます。バイデン、ちょっとやばいですね。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録、よろしくお願いします。